第一マッチのダブルスです。長崎と張本、そして赤江と早田です。主審は杉本豊久さん、副審は富永忠男さんです。木下アリエル神奈川、長崎美優と張本美和、今シーズンは1勝0敗から渡辺さん、なんといっても WTT スターコンテンダー5話で優勝しているペアです。そうですね、あのダブルスは本当にいい試合でしたね。この2人かなり攻撃力も高いんですけれども、あのペアリングがすごい光ってましたね。あの試合では今日もあの期待できると思います。そして日本生命の赤江と早田は、実はレギュラーシーズンの最終戦、2月の26日日本ペイントマレッツ戦、これ一戦必勝で組んだペア、そしてセミファイナルでもトップ乙女ピンポンズ名古屋のベストペア鈴木と難波に2対1で勝ちました。そうですね、やればやるほど良くなってる感じがしますよね。でましてやっぱりこの早田のやっぱり得点力っていうのはあのかなり高いですし、それよりやっぱりうまく赤江がサポートしたり強気でいったりっていうところが非常に良くなっていると思います。こちらも大いに期待ができると思います。さあ試合が始まります。大きな拍手に包まれて第一マッチです。手前に日本生命、向こう側に木下です。ダブルスは対角にサービスを出さなければなりません。赤江のサービスです。張本のレシーブ、最後は早田のフォアハンドでした。渡辺さん、勝負のポイントを教えてください。そうですね、それぞれあの攻撃力高い部分があるわけですね。で、まあ、これスタートですね。まず長崎、やっぱり レシーブのチキータってすごい魅力的じゃないですか。得点率も高いですし、長崎からレシーブいかなかったのかなっていうのも一つちょっと思ったぐらいですね。まあ、それぞれ特徴ありますから、そのやっぱり成功率ですね、その仕掛けから攻撃に行く、ここの得点力が一つ大きなポイントになるんじゃないかと思います。サービスは日本交代です。長崎のフォアハンドがネットにかかりました。さんがおっしゃった通り、赤江と早田は組めば組むほど良くなってきているという印象通りのプレーですね。そうですね、様子見なんてないですね、この4人にはね。いきなりもうスタートからエンジン全開で行ってます。今長崎のシキータから先手を取ったんですが、最後のフォアハンドがネットに当たってオーバーです。この張本のバックハンドもかなり鋭いんですけれども、早田がすごくいいリカバリーしてますよね。そうなってくると赤江は安心してつなぎできるんですよね。赤江はノーミスですもんね、ここまで。そうですね、でやっぱり長崎がフォアハンド2本ミスしてますから、今張本もちょっと強めに行こうという意識でミスが出てしまいましたよね。まあ、ちょっと前半そこら辺が悪循環になってますから、ここ、この張本の3球目というところで立て直したいところですね。長崎のサービスです。あ、これすごい、早田のバックハンドです。セミファイナルの時もよくこのバックハンドの、ね、得点ありましたけれども、フォアも得点率が高くてバックも得点率が高いとですね、なかなか送るところに迷うところですね。サービスエースです。これで6数です。渡辺さん、すべての組み合わせ一回りしました。印象いかがですか。はい、そうですね、まあ、先ほどお話したようにやっぱ4人が全員ですね、かなりこうもう積極的に来てますから、アビエルもちょっと打ちミス出てますけれども、ここからまだ巻き返せるかどうか。赤井が今これちょっとサービス長くなっちゃったなという笑顔なんですか。今アップサービスがちょっと高くなったんですよね、はい、でそれに張本がちょっとつなぎに行ってミスしてくれたのでラッキーという笑顔だったと思いますね。レッドです。サービスがネットに当たって入った場合はレッド、やり直しです。もう一本アップできたのにちょっと驚いたみたいですね今ね。これで3-7です。
こういったアップサーブが来ても慌てて打たないで今の張本のようにですね引きつけて打つと早田の動き一瞬止めれるんですよね。だから早田だったら狙えそうなボールでもなかなかタイミングずらされたっていうところだったと思いますね。まあすごい張本のカウンターです。フォースセブンです。張本智和の妹です。ここでこの赤江がしっかり今打点ちょっと落としていってるところ、最初は前半の方はあのバックで対応してましたけど、あえてフォアが入り始めるとですねさすがに早田も厳しくなってきますので、ちょっと赤江が勝負かけないといけないですね。長崎のミドルへのフォアハンドドライブでした。これで2点差まで来ました。卓球は両選手両ペアの得点の合計が6の倍数の時にだけタオルを使うことができます。7-5足して12ですのでタオルを使いました。アビエルの方も相乗効果出てきましたね。長崎の表情が引き締まってきました。ファイトサービスチキータ1回転しました。渡辺さんビッグプレーが出ました。いやーこれは決まったと思いましたね。赤江が避けて1回転、そして早田が中高陣からのドライブ。いやー素晴らしい。セミファイナルの時には練習も含めて4回しかダブルスを組んだことがない、そう話していた早田ですが、張本美和の回転量の多いバックハンドドライブでした。今日は第3マッチシングルスにも起用されています。T リーグではこのシングルスとダブルスの2点起用のエース、そしてシングルスとビクトリーマッチの2点起用のエースと、2枚のエースが各チームにいるわけなんですが、そうですね、張本はその一角を担っています。この深いツッツキがですね早田のように懐の深い選手にはなかなか通用しないんですよね。波の選手ではありません早田ひな。長崎のラケットが空を切りました。フェンシックスです。日本生命レッドエルフ赤江と早田ゲームポイントを迎えています。ちょっとサービス長くなりましたか。そうですね、ただ数センチなんですよ。あとは先ほどやっぱりこの巻き込みに対して丁寧に行き過ぎているという部分がありましたから、今ここは思い切って行ってますね。いいと思います。最後はサービスエースでした。第1ゲーム 11-7 で日本生命のペアが取りました。渡辺さんいかがでしょう。そうですね、日生はいい形だったと思います。早田のファインプレーも、出るぐらい赤谷が安定でいって、早田がやっぱりこう思い切っていく、でそれがやっぱりしっかり得点につながっているというところがいいですよね。で、その中でも赤谷はサービスエース、この最後のボールも含めて2回と、相手に的を絞らせないようにうまくやれていると思いますね。巻き込みのアップダウンで、かたややっぱ木下アビエルの方は長崎の調子以下、これが一つネックになってますね。動き的にも言ってもやっぱり長崎が足が止まっててから止まってる状態から打ちに行ってるっていうところが目立ちますから、これはやっぱ張本の動きに合わせて長崎ももうちょっと準備がうまくできるとですね、長崎やっぱりボールにパワーありますから、かなりこう得点力になってくると思うんですね。このあたりの微調節、ここ期待したいところですね。長崎は本当にフォアハンドもバックハンドも一発で打ち抜けるパワーを持ってますからね。ただここはこの4人全員パワーのある選手なんですよね。だから長崎だけがパワーボール打ってくるわけじゃないので、長崎打てない時の守備力っていうのもかなり特に左ですからね、期
待されるところですから、はい、張本とさラボー第2ゲームです。第1ゲームとは違う選手のボールを受けます。手前に木下、向こう側に日本生命、張本美和のサービス、赤井のレシーブ、赤井もこの日本生命ベッドエルフ高校3年生まで在籍しました。高校卒業した後この春は実業団に進みます。うまい、うまかったですね。今しっかり溜めて逆をつきました。長崎のバックハンド、まあ、長崎次第と言いましたから、長崎がこうやっていいプレーでどんどん動きが良くなってくるとですね、いいですね。その前の張本の赤井に対するミドル攻撃も非常に良かったですからね。わあ、早田見事なカウンターでした。早田さん待ってるかというようなちょっと顔でしたね。そうですね、はい、セミファイナルではダブルスで3ゲーム、そしてシングルスで安藤美奈美とのフルゲーム、一人で8ゲーム連続戦いました。今日も第1マッチ第2マッチ連続出場です。今シーズンからその連続出場が可能になりました。またミドル、そうですね、はい、張本のチキータでした。まあ、チキータもさることながら、赤江がやっぱり両サイドで待ってますから、このミドルで1回詰まらせるっていうのをですね、うまく実践できてますね。これでもう2本です。ここは赤江がどう対応するか。早田のチキータです。これがいいですね。赤江がちょっと詰まって難しいなっていう時には、早田がこうやってレシーブエースができるようなボール打っていくと。ですがここでその読みを外して長崎がロングサーブを行くとかですね、この辺りまで戦術がこう際立ってくると、またね、緊迫感出てくるんじゃないかなと思いますね。しっかりと今は長崎が踏み込んでのフォアハンドドライブだったんですが、そのラリーを日本生命が制しました。まあ、このボールに対しても早田のコース取りも非常に良かったですね。巻き込みサービス、張本のチキータ、長崎のバックハンドですが、最後はネットに当たって入りました。でもコースがいいですよね。そうですね、ここから一番な、張本のいる一番遠いところでしっかりね打ってますから。追いつきました、5オールです。まあ、早田のプレーがちょっと4人の中でも際立っていいですね。再び木下リードです。こういう出たボールに対してやっぱりボーミスしてってはいけませんからね。長崎もあのいいバックドライブだったと思います。見事なチキータでした。赤江回り込んでのチキータ、ファイボールです。これは予測できなかったですね、長崎完全に動き止められましたね。赤江ナイスチキータ。ロングサービス、ここは長崎のフォアハンドドライブです。長崎はファーストシーズンからサードシーズンは木下、そして昨シーズンは日生でプレーして、また木下に帰ってきました。シックスオールです。特にサードシーズンは全マッチに出場してベストペア賞にも選ばれました。
ールです。この笑顔が赤江らしさです。渡辺さん、こういったあのいわゆるループドライブの処理ってなかなか難しいですよね。そうですね、特にダブルスですとね、やっぱり打たれるときにはちょっと距離取って待たないといけませんから、はい、2点差です、うん、ここはアビエルにとっては大きい2本になりますね、はい、やっぱ張本サービス長崎3球目で今のところこの第2ゲーム得点率高いですから、ここで長崎サービスで取れたっていうのは大きいですね。オーバーです。回転を残したいいね返し方しましたね。赤いフォームの確認を行っています長崎美優です。汗がにじんでいます張本美和、14歳です。これはラッキーだ。再び2点差です。渡辺さん、外の雨、それからそのファンやサポーターの熱気でかなり会場蒸し暑くなってますね。そうですね、多少湿気は感じてる部分あると思いますね。カウンターオーバーです。点セブン。第2ゲームは木下アビエル神奈川、長崎張本ペアがゲームポイントを迎えています。これ長崎に打たしてるんですかね。わやけにツッツキレシーブ多いですよね。2点差です。でも長崎が入ってればもう終わりっていうね可能性も十分あるようなレシーブになってますから、ツッツキ系の。タイムアウトになっちゃうんですね、各マッチお互いに1回ずつタイムアウトの権利があります。渡辺さん、特にタイムアウトを取った木下側のアドバイスいかがでした？そうですね、やっぱり多分中澤監督もですね、長崎に無理をさせたくないと、今あまりまだ絶好調とは言えない状態ですから、だから落ち着いてコースを狙っていけば大丈夫なんだと、ラリーに持っていけばというようなアドバイスが多いですよね。だからこうちょっと勇気を持ってしっかりコースを狙って振っていこうと、ラリーにしていったら大丈夫だというふうな、どちらかというと元気を出させたいアドバイスがメインだったと思いますね。はい、石川と木原もその場に加わっていました。タイムアウトが明けました。おそらく石川とか木原は狙いですよね。どういう風に待ってるか、早田が。ここで白い歯が見えました。逃げ切りました。渡辺さん、やはりアドバイスが生きたラリーになりましたね。そうですね、本当に長崎らしくない入れに行くようなチキータレシーブでしたけれども、やっぱ、ね、ミドルを狙ったことでそれが本当にミドルになりましたから、これはちょっと意表をつかれたかもしれないですね。早田ちょっとこうミドル処理が甘くなりました。
ゲームオール1対1です。ファイナルゲームはシックスオールからスタートします。だからこういうケースでタイムアウト取った時にはやっぱり赤江と早田の方はここで横回転系のサービスじゃなくて縦回転にしてとかっていう風にするとちょっと赤江あの早田が読みやすかったかもしれないですね、長崎のレシーブ、なかなか戦術っていうのはねたくさんありますからす、ね、どれが正解っていうわけにもありませんので、難しいところですけども、まあこの、まあ、フルゲームになることはね多分選手もベンチも分かってたと思いますから、お互いの実力からして、まあここでの最初に言ったようにやっぱり攻撃を仕掛けていくはずなんですよ、どちらもその成功率が、はい、勝敗を決めると思います。第一マッチのダブルスが今後の勝敗にも大きく影響します。シックスオールからのスタートです。超短期決戦です。手前に日本生命、向こう側に木下です。積極的にチキータに行きましたがオーバーです。赤井のサービス効いてますもんね。そうなんですね、上回転を出せるっていうのがやっぱりこう魅力の一つですよね。なかなか上回転出せませんね、ダブルスの中で。その上回転をなかなか出せない理由というのはどんなところにあるんですか。やっぱり台から長く出て、今待ってもう一回上回転ですね、台から出てしまうってバウンドがやっぱコントロール難しいっていうことが一つありますよね、はい、相手に強打される恐れがあると、はいはい、ただ逆に強い回転のチキータを防げるけどスピードが出てくる可能性がありますからね。やっぱり一長一短の中でやっぱリスクの方が多いと考える人が多いんだと思うんですね。2連続サービスエースで6-8、厳しいコースでした。張本がすみませんと手を挙げています。いいですね張本、この短期決戦で2連続レシーブミスをしても全くなんかそれ動じてる様子がないですよね。そうですね、はい、ここら辺もですね本当に大物感が感じられます。うまい、長崎のフォアハンド、はい、らしさが出てきました。伊藤です。ダブルミーユーのパートナー木原ミーユーもベンチで拍手をしています。ここはだいたい力が入る場面なんですよ、あそこで浅いループが来るとで回転に引っかかりやすいんですが、今の長崎はお手本のような形で相手の回転を利用して打ってましたね。なおかつ赤井が手が届かないところ、ハイトサービス3球目、これはダメだ、しっかりと決めていきました。さすがですね、早田は縦回転にしますもんね、はい、ここで赤江に一番狙いやすいように持っていった、シンプルな回転だった、はい、ということですね。でこの時こそ長崎はチキータ行くべきなんですけども、はい、さあ次の一本はどうでしょうか。さあ勝負ですよ。チキータ行きました、ナインオールです。まあ行きますよね、長崎美優の押しタオルです。ここレシーブね赤江ですからね、迷うとこですけども張本強気でいくと思いますよ。だけどラケットが空を切りました。県内マッチポイント、赤江もですから次レシーブに行きましたけども一番両ハンドで待ってる迷うミドルへ行きましたよね。このあたりっていうのが、はい、全力でさえ打たせなければ早田カウンターできますからね。わあ浮いた、10オール追いつきました。デュースです。渡辺さん、男子のファイナルに続いてこの女子のファイナルも第一マッチのダブルス、ゲームオールデュースです。そうですね、ま、
このペア同士のね戦いですから、こうなることもねそう予測できますけど、ここからは2点差をつけなければなりません。サービスは一本交代です。赤江のサービス、ここもサービスエース、11点、たびたびマッチポイント、ここでタイムアウトです。渡辺さん、はい、まず赤江のサービスがまたも効果的でした。それからこのタイミングでのタイムアウトです。本当ですね、サービスエースを取っての1本、もうこの1本で絶対に締めたいので、やっぱ考え方、整理しておきたい、まとめておきたい、はい、ってことはですよ、早田のやっぱりレシーブになるわけですよね次、ここをやっぱりこう、まあ、村上総監督や石田コーチとしてはストップ系つなぎからじゃなくて攻めで いって、じゃあそれが万が一返ってくるところはどこか、まあ、こういう作戦であればですね、このタイムアウトに意義がさらにあるんじゃないかなと思うんですけどね。注目は早田のレシーブ、それからその返ってきたボールに赤江がしっかり準備できているかどうかということですね。そうですね、4人がまたコートに帰ってきました。日本生命レッドエルフ2度目のマッチポイントです。長崎の3球目ですからね、はい、タッチをしました長崎と張本。イレブンオールです。予定通りでしたね、早田から攻撃してこのクロスマッチをした赤江、ね、間違いないですよねここまで、ただコースが素直すぎましたよね。なるほど。でその落下点を読めてる張本美和っていうのが素晴らしい、ナイスカウンターでした。長崎のチキータ、逆転でマッチポイント、赤江はツッツキ系ストップ、スタッキーストップで浮いちゃってツッツキ系しかしてませんからね。さあここどう出るか、ストップです、逆チキータが来る、いやー早田のフォアハンド、この笑顔です。いかがですか、これは後で見たら後悔するんじゃないですかね。誰がですか、張本がです。その逆チキータについて、逆チキータじゃないでしょ。なるほど、今バウンドも高かったですし、はい、かなり入りも早かったんですよね、でやっぱり早田のウィークポイントになってる、やっぱミドルに行くと長崎は次チャンスボールになってたんじゃないかなと思いますけれどもね。赤いのサービス、上回転もう一回いっちゃいましたね。そうですね、今度はしっかりと返球しました張本には。でここでやっぱり左利きの前を通るバック、ね、右利きのチキータだとそういう風にこう一瞬左の選手ボール見失うわけですよ、でもやっぱそれを恐れずにチキータに行くというところがいいです。木下も2度目のマッチポイント、張本のサービス、フォアハンドネットに当たってオーバー、木下のペアが取りました。14-12でした。渡辺さん、最後の1本いかがでしょう。もう早田のストップをですね、攻められてるわけじゃないんですけども、まあ、赤江のボミスと言えますよね。赤江はやっぱりしっかり打点を落としてかけてるボールがずっと年代3ゲーム通じて多かった中で、やっぱ急に打点を前に持ってきましたから、ちょっとねそこでもう一歩慎重になればっていうところを思いましたけども、まあ、素晴らしい大熱戦でしたね。お互いすごかったです。第一マッチは木下アリエル神奈川、長崎張本ペアが取りました。それでは両選手のインタビューです。それでは
見事ファーストマッチ勝利を収めました。2人にお話しいただきましょう。まずは張本選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今勝ち切った気持ち一言で聞かせてください。はい、そうですね、もう今は本当にホッとしてすごい嬉しい気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございます。そして長崎選手、笑顔が絶えませんでしたけれども、勝ち切った今の気持ち聞かせてください。はい、最初から接戦になることを準備していたんですけど、本当に接戦になって、それでも自分たちを信じ切って最後まで戦い抜けたことが勝利につながりました。そして皆さん、お礼ありがとうございました。見事ファーストマッチ勝利を収めました張本美和、長崎美優ペアに拍手届けましょう。さあ、それではセカンドマッチシングルス両選手を呼んでいきましょう。第一マッチは木下アビエル神奈川、長崎美優張本美和、日本生命赤江佳穂早田ひなの対戦でした。ゲームカウント2対1、それもゲームオールデュースで木下のペアが勝利しました。渡辺さん、改めて振り返っていかがでしょう。そうですね、第3ゲームだけでもね、サービスエースが4本あった日本生命側がなかなか取らせてもらえないというのは、やっぱり長崎張本の攻めの鋭さだったりとか対応力ですね。最後のその苦しんでた赤いのアップサービスにこう張本がチキータでいったっていう、あのレシーブエースも非常に良かったですね。うん、ですからまあこの辺は最後まで自分たちを信じて攻めた長崎張本がちょっと上回りましたね。